せー、危ねえマジで。新装出しっぱなしで配信するとこだった。 2PC なの忘れてた。うち一瞬だけ既存衣装出ちゃったけど、あ、また見せた。危ない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 。なんだ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 、おはようございます。なんだ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 。今日はね、昼過ぎぐらいに起きて、起きたと思えないぐらいの速さでもう一回寝てて、で6時半だった。普通に寝坊もありえたぐらい。どうで睡眠をむさぼっといた。で、どういう風に見たい？ちなん新衣装どうしていいか分かんなくてさ、もうなんかでも定番は足とかからじゃん。ベルトコンビネ好きでも、でもいっか別に。右手から見たい。すっげえむずいこと言うじゃん。右手から行く、手の先から。手の先どんなんだったっけ。あんま考えてなかったの、そっちから行くの。右腕と左腕交互に見して、ちょっと待ってね、これマジでうちミスるから、マジでミスるから、ちょっと待って、マジでミスんないように一個一個手順踏んでいい。まずこういきますよ。ちょっと待って、ふう、いいんだよね、もう大丈夫だよな、これいきます。はい、足。え、もうこの時点でだいぶ可愛くない？きたー、かわいい、かわいいっしょ。普段足が見えることってないから、もう本当にここで目に焼き付けておいてほしい、足を。何のマーク、あー、何のマークだろう。不明です。待って、不明ですとか言っていいか分かんないけど、何のマークかもちょっと不明ということで、まあ、じゃあどんどんいきますか。こうかな。今回はですね、スカートです。今回はというか、今回もか。今回もね、スカートです。はい、どんどんいきます。はい、こちら。ちょっともうちょっとかな。こうかな。難しいね、こう。こうかな。あつきママが考えてくれたんだけど、制服。めっちゃ可愛くない？グレーなの。えぐない？ネクタイの柄も可愛くない？やばくない？めっちゃ可愛いよね。ブレザー着崩してる。まあ、どうかな。着崩してるかどうか。じゃあ上行きますか。ちょっとね、むずい、待ってね。よいしょ。なんと、今回も、まともに、しっかりとは服が着れていませんね。かわいいっしょ。動くの羽。ちょっと待てよ。悩むな。いや、悩むな、じゃない。今悩んでも仕方ないな。順番をね、今めっちゃ悩んでて。まあ、でも一番お気に入りの髪型を最後に出すことにします。ちょっと待って。うち今どんな顔してるのか一回見てきていい？ちょっと待って。ちょっと待って。一回不安になった。待って、一回待って。あ、大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。危ない、危ない、危ない、危ない。いや、自分がどんな顔してたっけなと思って、今。もういい、堪能さん。目に焼き付けておいて。もう一回足まで行く？向かい足まで一周するか。まず制服。はい、はい、はい。三回目に一周焼き付けて。ちょっと待ってね、うちの画面調整がね、マジで悪い。うちの画面調整がマジで悪いけど、今後も悪い。よろしく。5年目も6年目も多分画面調整は悪いから。で、いいですね。じゃあ見せますよ。せーの。待って、せーのでいけんのかな？まず、ちょっと画面見ながらじゃないといけないから、まず、ワンチャンせーので顔出てない可能性あるわ。いくよ。せーの。もうちょい下か？こうか？じゃーん。今回は、このような感じになっております。ハーフツインです。もうなんでハーフツインにしたかっていうと、最初全然ハーフツインにする予定なかったんですけど、ルピナスでハーフツインじゃないのが私だけみたいな。あ、じゃあせっかくだしと思ってハーフツインにしていただきました。もう分かってる人もいると思うんだけど、この制服の衣装とか、そもそもこの角とか羽とかは、我らがあつきママのツインになっております。お揃いです。だから今回の衣装はね、結構その LBG と一緒にハーフツインとか、あちきママのツインになってるとか、まあ、そういう感じでなんかこう、結構人と合わさってる感じの衣装です。かわいい衣装。かわいい衣装。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと、こっから、本当はパッパと見せてあげたいんだけど、うち本当にちょっとね、今回ね、ミスがね、多発してるんで、一回一回画面ちょっとね、申し訳ないんだけど、切り替えさせていただきます。もちろんなんですけど、このように、角や羽など、あのね、人外になったわけじゃないっていう話したと思うんだけど、アクセサリーとしてね、付けさせていただいてるので、外れます。普通のツインにすることもできるし、ちょっと待ってね。ごめんね、ごめんね。はい。このように、ちょっと巻いたロングにもなります。そう、ゆるふわロング。かわいい成分だけで食っていける。かわいいっしょ。で、もちろん、はい、すいませんね。ちょっとごめんなさいね。本当にテンポ悪くてね。はい、もちろんこちらはね、メガネもつけれます。まあ、メガネが外れることはもうもはやないんじゃないかっていうぐらい、メガネ気に入っててメガネ一生持ってきてます。
そしていいっすか、ちょっと待って、いい、マジでいい、うちの一番大好きな、まあここまでももちろん可愛いんですよ、ハウツイも可愛いし、このロングももちろん可愛い、でうちの中でもう一番ドンピシャに好きな髪型がございまして、ちょっとマジで可愛いよ、マジで可愛いよ、マジで可愛いよ、いやマジで可愛いよとか、ここまでハードル上げていいのかな、いや多分可愛い、可愛いっていう準備だけしておいて、じゃあ見せるよ、いくよ、いきます、はい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 、どうこれ、ショート、めっちゃ可愛くない、やばくない、世界で一番ショート似合うくねSSR 超えた、 UR 来た、これがね、あ、よかった、うまくついた、もちろんねショートにもね角とかつけれるようになってます、ショートだとママに、ママにでしょ、ママだもの、メガネを、ちょっと待ってね、ごめんね、本当にごめんね、本当にごめんね、本当にごめんと思ってる、はい、メガネ、なんかイケメン、確かにちょっとイケメンか、うちの衣装ってウルフ衣装を好きな人が結構多くて、絶対ウルフ好きな人とかはこのショートも好きだろうなって思ってたの、だからマジで見せなくてさ、もうシャラ臭かったもんね、新衣装配信とかいうのが、もうしれっとある日突然このまま配信しようかなと思ったもんね、あー、ということでね、もうこれぐらいです、以上です、私の新章の配信は こんな感じです、もはやもう何も出ないです、早っ、28分、角なしください、はい、角なし、角とメガネは今ね自由自在につけれるようになった、今習得した、やっぱ緊張感って大事なんだね、緊張してるとこうミスできないみたいな、あんまミスしたくないなっていう、まあ、一番最初からミスってたんだけど、今日の配信全体図見せてください、ちょっと待ってよ、あ、やばい、待って、やばい、ミスった、危ない、ふぅ、怒られる、個人情報出てないよね今、やばい、ちょっと待って、画面の消し方わかんない、助けてー、あ、助けて、無理、あ、終わった終わった、無理、何も出せなくなった、無理、サムネ出すか、今なんかあった、いや何もないよ、全然個人情報出てないんで、特に何もなかったと言っても全然過言じゃないですよ、ここが、はい、これ先輩、画質、そう、離れると画質が悪くなっちゃうんですよ、頭切れてます、怖い、じゃあ足切ったです、結構ねこの組み合わせも好きなんだよ、これ可愛くない、これ可愛いよね、ハーフツインとさ、ツノと可愛さ曲ぶりパターン、それでメガネ、メガネかな、メガネ、フットバーできます、あ、できますよ、うん、怒れる、怒れるし、間違えた、ハワ顔もできる、ハワれるし、脱げる、待って、うち脱いだとこちゃんと見てないわ、脱いでいいんだよね、確認してくんの忘れちゃった、脱いだとこ見せていいのかどうか、今回一旦脱いでるとこあんま見せないようにしとくわ、上半身だけで、大人の事情、そう大人の事情で、はい、これロング、はい、かわいい、これも普通にかわいいね、顔もね明らめめます、笑顔もできるし、怒れる、あれするか、スクショ撮ってもらうか、みんな結構可愛く撮るの天才的にうまいし、うち下手くそなんだよね、自撮りが下手くそなんですけど私、まあ結局その自撮り使うんですけど、あ、でもね、待って、ごめん、グリーンバッグ用意してねえわと思ってちょっと待って、準備悪い、今グリーンバッグ用意するわ、みんな目痛くなるけどいい、今撮ってきたわグリーンバッグを、ないのかよ、ない、そんな準備いいわけないだろ、一回目痛くするね、はい、おー、いいじゃん、グリーンバッグになった、あ、間違えた間違えた、こうやって動かす、ちょっと待ってね、ちょっと待って、やばい、怖い怖い怖い、またミスしそうで怖い待って、うち何の準備してきたんだろうね、一体全体何の準備をしてきたんやろう、まあ謎なんですけど、準備してきたつもりだったんだけど、ぶっつけ本番、よく寝たぐらい今日は、ポケボを聞きます、何かありますか、もうねこの後の時間はマジ何もないので皆さんにかかってます、角なしショートメガネお願いします、角なしショートメガネ、え、来た、角なしショートメガネです、はい、ちょっとね、ウィンク下手くそなんですけどね、はいはいはっ、よし、こんな感じですね、全裸ハーフツイン用意してないですね、すいません、結構なんか賢そうだね、脱いだら勉強できそうじゃない、危ない、ゲップ出そうになった、ロングつのあり、ロングつの、ロングつのあり、服顔、これかな、ロングつのあり、服顔、それでショートちょっと待って、なんだその顔の顔、今回もその顔ができるかどうか試してくればよかったの、ちょっと試してきていい、ちょっと一回、あ、
これ好き。ちょっとドヤ気味のやつ、まあ、今回ね軟骨ピアスはついてないんですけど、知らない方もいると思うんですけど、右にね3個開いてて左に1個開いてるんですよピアス、まあ、ちなみにピアスね検討してる方は軟骨痛いです、覚悟しておいてください。でも軟骨が一番可愛いです。ちょっとテレ顔ハワーください。テレハワハニャグニャーグニャグニャグニャー、ハーフツインプクがお願いします。これですかね。そのなし、ハーフメガネなし、は特大笑顔、特大笑顔、あ、間違えた、また笑顔してしまった。はい、ショート、はい、眉毛似合ってるわ。何眉毛に似合ってるとかないだろうって、生まれた時はずっとこの眉毛だろうが、眉毛は変えてねえよ。ちょっと外似合ってる、いや似合ってないです。うちね、もう顔、自分の顔面パーツの中で一番何が自慢できるかって言ったら、もう1に眉毛やねん、で2に目、まあ、それはその日の調子によって1位と2位が逆転したりするけど、目の調子がいい時は目やね。眉毛もそのランクインするぐらい、トップ2になるぐらい、うちの眉毛めっちゃ整ってて綺麗なんですよ。遺伝なんですけど、絶対に調子いいとかなんか、そう、目の調子がいい時はもう目が1位になる。そう、ホモサピエンス遺伝子データが最強なんだよね。テレ、あと怒ってると、こんにちですね。テレ一回怒り顔、上目遣いできます。上目遣いって何？上目遣いなんて人生でしたことないよ。上目遣い、ガンつけてる感じガンつけてる感じ、なってるなってる、あ、なってんだこれ。いつ使うんだよ上目遣いって。じゃあ見下してください。絡まれた時、絡まれた時に上目遣いして回避できないだろう、絡まれてんだから。もうてな感じですね。ありがとうございました皆さん、本当に今日はね見せれてね本当に良かったです。私が気に入ってるのはねもちろんこれです。え、めっちゃかっこよくない？待って、かっこ可愛いんだけど、うち死ぬほどに顔よ、顔が良すぎてる。自分で何言ってんのって感じだけど、今日は終わろうかなと思います。終わろうかなって思うじゃん、終わると見せかけて10時から数カゲームやらせていただきます。ああいうゲームしたことないんだけど、やったことないからこそ、もうバカと天才は紙一重みたいな、こう才能を発揮してしまうのかなって、こういうところで、まあやってやろうかなと思って、この辺でかましてやろうかなと思って。ということで、新衣装披露目ありがとうございました。みんなありがとう。この衣装のね、私もどうぞ今後よろしくお願いいたします。ということで終わります。お疲れ様でした。ほな、あ、みんな自分たちのベストスクショ撮れたら私のタグつけてツイートしてください。見に行くんで、感想もね待ってます。感想もみんなこのタグつけてぜひお願いします。ということで終わります。バイバイ、じゃねー、のし、あ、スーパーチャットのメンバー登録もみんなありがとう、祝ってくれてありがとうございます。今後も頑張ります。じゃね。